どうもリロイ太郎です。3月4日今日の Vlog を振り返っていきたいと思います。今日の Vlog を振り返るとおかしいな。今日の1日がどんな1日だったのか早速ではございますけれども、 VTR にまとめましたね。見ていきたいと思います。もう仕事がないからやなきゃいけないこと、ネタ書くとかあるはずなのに、天気が悪いっていう言い訳で何もできなさそう。おはようございます。今日もリロイ太郎の文字はかっこいいと言っていつもスタートさせていただいております。起きましたね、オレンジ色の服で起きました。今日は起きてから YouTube とTwitter に上げるネタ動画みたいなのを編集してました。もしよかったらリロイ太郎の Twitter 見てください。その間にですね、実はショールーム見てました。藤井奈緒ちゃんは今日も可愛い18歳という感じでございますけれども、奈緒ちゃんのねショールーム見て癒されながら編集してました。でその後は昼食食べました。千里眼のカップ麺をね皿に開けて食べました。混ぜそばすごい、行ったことないんですけど千里眼の混ぜそばいつか食べてみたいなと思いました。口がニンニク臭くなりました。その後はガンダムのナラティブを見ました。機動戦士ガンダムがすごい昔から好きで、ナラティブっていう最新作なんですけど、ユニコーンの後のね作品を見ました。ユニコーンって言ってもね大迷惑じゃないですよ。でその後、時間が経ってたんで調理を開始しました。晩ご飯何にしようか、何ずっと僕が喋ってました。こっからは私が解説をさせていただきたいと思いますとこのリロイ太郎が言っておりますね。にんにく、玉ねぎを炒めた後にひき肉を入れました。基本的には家にある食材って全部冷凍してあるんで、冷凍してあるものを解凍しながら調理を進めてましたね。にんにくとかね、和チューブのくせにね楽するのに、冷凍のにひき肉を使って調理をするということでしたね。キノコってね、一瞬では名前思い出せないですよね。なんていうの、しめじだっけ、えのきだっけみたいな、これなんでしたっけ、えのきか違うか、何でしたっけ。でここにポン酢とか砂糖の塊を入れました。じゃがいもとひき肉と玉ねぎと唐辛子、これは自家製の実家で唐辛子を栽培してまして、それを使ってやりました。なんで今日はもう言いましょう、肉じゃがを作ってましたね。それ蓋をしたらすぐに出来上がりっていうぐらいのねグツグツ感だったんですけれども、この後もう一回蓋をして開けてみると、なんととても美味しい肉じゃがの出来上がりです。水が多いなって思うんだけどね、水が多いなと思うぐらいが実はちょうどいいということで、でお皿に盛りましたね。完成しました。ご飯はちょっとね発芽玄米みたいなやつでした。すごく食べ応えがあってね美味しいはずなんですけど、実食ということで食べましたね。芸人の休日なのにこう肉じゃがを一人で作って食べるというね悲しい、一日ではございますけれども、こういうリロイ太郎を皆さんが愛してくださっているということに感謝しておりますが、いかんせん仕事がないから内容がない、テレビを見ながら明日も頑張ろうと思いました。終わりです。はい、という感じの一日でございました。どうも僕がね今日ずっと出させてもらってるわけでございますけれども、いかがだったでしょうか、リロイ太郎の一日。もうちょっと休日が続きすぎて同じ映画続いてね、ほんと料理チャンネルなんじゃないかって感じになっちゃってますけど、料理をして自分で美味しいと思えるものを食べれるっていうのは幸せなことですよね。で僕が今日嬉しかったことは、僕を書いてもらってこの Vlog に出られたことですって言ってますけど、リロイ太郎自身をリロイ太郎が書いたってことなんで、僕は別の意識の上で生み出されたものなのかどうかっていうのは分かんないんですけれども、今後ともまたお世話になる機会があるかどうかは皆さんの反応次第でございますんで、よかったらいいですねって言っていただいて、ダメだったら僕が消されちゃうだけなんで、また会う日まで楽しみにしたいと思います。今日嬉しかったことは、とにかくご飯が美味しかった、で自分でレシピを見ないで肉じゃが作ったんですけど、それがすごく美味しかったことと、やっと明日仕事があるっていうことが分かったことですね。各劇場吉本の各劇場は休演中でございますけれども、明日仕事が入ったので頑張りたいと思います。僕のっていうか、リロイ太郎の仕事ですかね。はい、というわけで今日はここまで。ちょっと待って、本当に最後までイラストでいくの？いきます、チャオー。